4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.からのスタートなんだけど、実際にはね、もう7時前から目が覚めてしまうてからね、ほいで一応ね、時刻的にはね、7時に八戸辺に着くことにはなったんだけど、こっからじゃね、ほんまに7時に着いたかどうかわからんのほいで、まあ今まあ7時41分じゃけどもね、なかなか7時に着いたけど、キャーっと車でね、外に出るいうわけにもいかんしね、やっぱりね。ほいで、みんなこうやってバックさせられてね、バックで出るんかな思ったら、まさかね、まあそういうことはないだろうと思いながらね、まあね、自分の順番が来るのをずっと待って待っちゃったんだけどね、まあなかなか時間かかるんで、7時に着いた気に歌えてね、やっぱりトラック、大型トラックとかね、ああいうのはやっぱり先に下ろすよね。これで終わってバックしてね、バックしてからの左ハンドル切ってからのみたいなね感じで、まあ全身で出ていくのは出ていくんだけどね、もうみんなバックしていく、まさかのバックでかを思ったら、ね、バックしていきますよ。ハンドルを右に切れちゃ左に切れちゃいてね、違うのね、わしらが、わしは元プロドライバーじゃけえね、あそこへ下がってくださいって言われた方が楽なんよそれはね、どこまで下がるかも言わんこうにね、ただ単にハンドル右切ってください左切ってください言ってね、言われてもね、鬱陶しいだけなんよね。まあ他の人は素人が多いけ、まあまあそうね、なるんかもしれんけどね、どこ行きゃいいかが分からんけね、あっこ行ってください言われた方がやりやすいね、こっちとしてはね。まあそこの話はどうでもいいんだけど、こうやってまあこうやってね、これ八戸でございます。睡眠不足でね、極度の睡眠不足でね、ほんま深井、ね、こういうのはね、金張りやで、ね、スイートルームとかやっぱあるんよ、やっぱりね、一等寝台とかね、わし一番安いのも、はもうそもそももう車隠れて寝るつもりだったけど、もう安いのでいいですよって言うからね、結局ね、2等かなんか一番安いのでいいですよってね、電話で予約するときにね、今からね、もうこっからね、もうね、予定ぐちゃぐちゃよ。ほんま、貨物列車がいつ来るか分かりませんしね、まあ一応ね、予定通りに進めようとは思ってるけどね、もうとりあえずね、もう近くのローソンへ駆け込んでからね、とりあえず、飯食わにゃ。飯食う言うたってまあね、ご存知のようにどん兵衛しか食わんのよ朝から。いや腹は減るけどね、食べたいもんがないしね、かといって朝からね、なんかね、もう
ね、こってりとしたもん食いたいこともないしね、朝やっぱりねさっぱりとした、あれじゃあのどん兵衛のうどんがさっぱりとしてるかどうかやったらね、なかなか微妙なところもあるしね。これでまあ今からね、とりあえずまあね、どこまで行けるかわからんもんだけどね、まあ前も言ったようにね、入場券集めもせにゃいけんことでね、せっかくだけまあ八戸、今全然用事なかったんですけどね、まあ、せっかくだけまあね、近くにあるけまあちょっと写真撮ったりね、入場券も集めにゃいけんしね。掃除の おばちゃんらね、これね、電車が来たら掃除する人なんだけど、まあ、これこの人らがおるいうことは、まあ、電車が来るいうことなんだけどね。でまあ、とりあえずね、八戸の方でちょろっと写真撮ったり、入場券を買ったりね、そして、まあ、とりあえず盛岡行こう思うてからね、まあ、盛岡駅で、まあ、写真撮ったり、入場券も買ったりしよう思ってね、おい、走りよったい、雨の中。ほんとはね、すき家がね、すき家が目についたけど、ちょっと牛丼食いとうなってんの、無性にね。別にこれ今まあ10時じゃけね、昼飯にするにもおかしいし、朝飯はどん兵衛食ったしね。これもなんかね、ちょっとどん兵衛食いたいな、どん兵衛じゃないすき家の看板が目に入ってからね、無性に食いとうなってんの、急遽やることにしてね、すき家で牛丼食うけど、これはまあね、今から、まあ、この雨なんかね、とりあえず盛岡駅に行こうかなと思ってね。今日のね、結局ね、予定通りのね、最終目的地へね、まあちょっとどこで紹介なね、一応ファイルには書いてあったんだけどね、ファイルには書いてあったんだけども、多分ね、予定変更してね、まあ、石巻の方へね、あっこへね、広島じゃ見られんような機関車とかいっぱいおるしね、あっこ行ってみようということでね。それがね、ほいで、今日日曜日じゃろう、日曜日ってね、やっぱりね、貨物列車もやっぱり少ないよね。その時ね、なかなかね、もう仕事がやりにくいのもあるからね、まあ明日、いや、そりゃそうは、今、日曜日この話で思い出したけどね、明日月曜日だけ思ってね、月曜日続いて思ったんだけどね。月曜日が決まって、これまた祝日なんよね。こういうだけね、まあ、まあ、それでも祝日でもね、遅れは取れるんじゃないかよね、淡い期待を込めてね、もう、僕らすっ飛ばしてね、はあ、もう、石巻線の方で、ね、石巻行くわけじゃないんだけどね、松山町よりからね。松山じゃ、四国の松山と全然関係ないんだけど、松山町でね、あっこらこうでも、まあ、行けりゃ行こうかなと思うんでね、まあ、とりあえずこの雨になってね、とりあえずひたすら盛岡駅に行ってからね、先のことはまたその時に考えようと思いますけど、まあ、大体ね、ね、ここらまあ当たり前の話だけど、初めて来るところだけどね、何時頃盛岡に着くかもわからんしね、果たして今日
松山はちょっとまで抜けるかどうか、いや、それ定かじゃないですよね。うん、これこっち走るとね、あの道の駅が見えてきてね、ちょっともう、いや、あのね、さすがにちょっと眠たい。もうフェリーの中でもね、まあ昨日も言ったかもしれんけどね、もう寝れんかってからね、もう極度の睡眠不足でね、うん、あれもう道の駅があったけん、もうちょっと一眠りしてから行こう思うてね、うん、はい、今からちょっと昼寝昼寝します。何の押し入れに1500万も現金があったんだ。俺でまあね、12時過ぎに目が覚めたけ、まあちょっと今から、ああまああれでもね、4、50分寝たかないような感じよね。ああまあ割と眠気も取れてさっぱりしたけ、また運転再開いうことでね。あ、これね、この車だったらね、眠そうになったらいつでも寝れるいうのがあるけね、あれはいいよね。まあ、雨が降ったりね、雨が降る言うたらジャーじゃジャーじゃ降るしね、やむ言うたらパターってやむしね。まあまあこのぐらいの雨よな、まあ広島でもあることだけ、うん、これでまあ盛岡の駅ね、とりあえずここで、あ、まあ、まあね、今で1時台じゃけね、まだ全然走れるけね、ああなかなか大きな駅ですよここもね。盛岡の駅は確かあれよね、新幹線が秋田の方へ行く分岐点みたいなところでもあるよね、ここね、うん、東京から来た新幹線がここでね、秋田小町って違うけど、なんか小町を思うたらね、いつも秋田小町言ってしまうんだけどね、秋田小町言ったら米の話よね、秋田小町はなしで小町。コマンチューね、あの新幹線がね、ここ盛岡で切り離されて、はやぶさの方はまあ青森の方へ行くけども、コマンチューが秋田の方へ行くみたいなね、大曲の方へ行ったり秋田の方へ行ったりいうような、まあ分岐点みたいなね、駅よねここはね。まあちょこちょことね、写真やら入場券やらこう。井原弘子さんご存知ですか？この人なんですか？ああ、園長の彼女だ。あ、ほいでね、もうもうさすがに昼過ぎたけね、ちょっと遅いんだけども、これ盛岡駅のね、近くのね、いや、あのね、盛岡からね、まあ、松山町行くんだけどね、途中でね、平泉のところも行ってみようか思うけどね、赤貨物列車通るけどね、まあ、近くでね、いや、盛岡の近くじゃないんだけど、平泉のを寄ってから、まあ、時間も早いしね。
割と早く盛岡着いたんで、これだけ東住の方行って、まあね、ドガーの駅からのね見てからまあ行こうとは思ってね、うん、それでまあGoogle のナビでも見たんだけど、まあ、目的地まで、ね、そんなに時間がかかるような感じでもなかったけど、ここらまあね、ほんまね、スマホの Google ナビでね案内される通りに今走っておったけど、もうほんまにどこの道かもさっぱりわからん、ここが何県かもわからんし、ね。これ左曲がったらね、もうすぐあるんだけどね。まあね、もう平泉言うたってね、まあ奥州平泉言うたらもう藤原の秀平ぐらいしかね思い浮かぶもんがないんじゃけどね。源義経が源頼朝に実の兄に追われてね、これでここへまあ逃げ込んでくるというね、藤原の秀平を頼ってまあ義経がねここへ逃げてきて、で結局まあここにかくまわれて、で秀平が死んだ後、もう秀平の息子らがバカじゃけ、ね、結局まあ頼朝に殺されるというね、実の兄に殺された義経いうことでね、まあそこの話はどうでもいいんだけども、でまあ今からねまあさっきのね平泉でまあ、ちょっとあこでいや貨物列車通ろう思ったんだけどね、ちょっとねなんかね意外と人も多いしね、鬱陶しいしね、で、これだけもええことないしね、抜けも悪いしね、まあ、諦めてね、ここで、とりあえずね、もう、ここで、まあ、あれからね、車走らせてからね、ここで、ここ、古川いうところなんだけどね、何県かわからんね、ほんまに。うん、ここで風呂入りに行ったんだけどね、ここで風呂入って、これからさらにちょっと30分ぐらいね走るんだけども、まあそこがね松山町の方市長の目的地というところでね、極楽湯というところなんですけどね、まあ極楽どこにでもある、これチェーン店なのね、よう分からんけども、ありふれた名前でね、これでね、まあ、さっきね、レンズが曇っとったよね、ちょっと見にくかったかもしれないけどね、あのやっぱり、ね、ここらね、もう北海道と地方でね、暑いで蒸し暑いけね、もう車の中ね、クーラーガンガン効かしとるだろう、それでね、レンズの冷えたカメラね、外に持って出たらね、外に出たら湿気も多いしね、温度も高いし、ね、もうレンズが曇るじゃない、カメラのレンズが。これだけなかなかね、通りにくいところもあるんだけど、なかなか厄介だもんよ。ほんで、まあ、今日はね、とりあえずここでね、ここで、まあ、寝て、明日そのね、もうこれ、ほんまね、車に。2分ぐらいでね、松山町
の駅の方で行くけね、あこでまあ貨物列車でも乗ろうか思ってね、それがね、まあ、さっきも言ったけどね、明日月曜日なんじゃけどね、祝日じゃけね、うん、それでもね、やっぱりね、まあ一本ぐらいは来てくれるんじゃないかないうような淡い期待を込めてね、いやところがね、それがね、明日になったらまた言うけどね、またね、またなんかほんま鬱陶しいオチがあってからね、うん、それまた明日言うけどね、あのまあとりあえず今日はね、このあのまたもう今更ながらね、またあの3年前の北海道のね、自分で旅行行った時のあの動画見ながらね、はい、おいで今日のところ寝ます。ご乗車ありがとうございました。